2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席にはバレンティンが入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。変化球を見極めます。さてバッターのバレンティン、どういったタイプのバッターでしょうか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。次が3球目、外、しかし主審の手は上がらない。ファウルになります。振り遅れてますね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが最後は三振に倒れました。もったいないですよ。